前回のあらすじ、投稿者は端っこがお好き、最東端目指して道東に向かいます。武蔵前橋に花時計、釧路のランドマークを眺めたら茶そばに舌包み、遠くに灯台を望んだら展望台から眺める街並みは、いや、どこここ森林浴を楽しみ、廃墟を横目に市街地へ。そしてお待ちかねの夜ご飯、夜ご飯、夜ご飯、いや、何食してんの。今回は根室に向かう、2日目朝からスタートです。おはようございます。ホテルの決め手は早朝チェックアウトできるか、マスターの衝動の代弁者、柚木ゆかりです。おはようございます。ホテルの無料朝食食べたことない、マスターの理性の代弁者、キズナあかりです。お腹を満たしたら早速出発しましょう。4時起きでよく食べられますね。まあ昨日は控えめでしたが、5食しましたよね。さすが霧の町、ローソンすらいい雰囲気です。写真だと伝わりづらいのが惜しいところ。霧をかき分け釧路駅に到着。台風の余波か、曇り空が続きありません。まだ営業がありません。駅構内に入れるのはもう少し先のよう。でももう10人くらいいますね。早朝に物好き。ピーマンやめてください。そうそう、根室までは約120キロ、2860円。近距離切符で検索すると出てきませんので注意が必要です。そも券売機1台しかないので事前購入がおすすめです。それでは5時35分発快速花咲根室行きに乗っていきます。列車は1両編成、席の転換はできず半数は進行方向逆向きになりますので、始発ながら争奪戦に。それでは根室まで2時間強、最東端の旅の始まりです。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。花咲線、快速花咲根室行きです。途中止まる駅は東口路、発見地、車内、乗ること50分、厚岸に到着。紀州店を除き、花咲線唯一の有人駅です。結構、降りる人いましたね。さすが、牡蠣で有名な町。私も当初は、午前を過ごす予定でした。ですが、明日午後の根室は、大荒れの予報。列車が運休し、最東端で帰宅難民は、避けなければいけません。それで厚岸スルー、早めに切り上げるんですね。結局、釧路で積んだんですけど。何やってるんですか？あっとこに到着です。台風のせいか。今日も天気は厳しそう。先ほども晴れていれば風光明媚な湿原を拝めたんですけどね。美観粒子湿原、面白い地名です。個性という意味では昆布森もなかなか。名前の由来はアイヌ語で昆布を意味する昆布森から。そしてお隣西綿が今日のホテルの最寄り駅。野宿でもするんですか？ここまで来ると根室の市街地、東根室は日本最東端の駅。鉄道ファンの方が数名降りていきました。そして札幌から計6時間、ついに根室に着きました。500キロも北海道が続いてるの驚きです。札幌函館も300キロありますからね。ほんと、とてつもない広さ。5時台の始発に乗った物好きは皆観光客。順番に記念撮影をしたらホームを後にします。そういえば東根室で降りた人はどうするんでしょうね。たった2キロですし歩くんじゃないですか。そう、風速10メートル超えの好天ですけど。確かに寒風吹きすさぶ中、すごいバイタリティ。やってたら、駅そばで体を温めたいくらいです。それでは、イデオロギーの強いモニュメントを横目に、のさっぷ岬に。まさか歩くつもりなんです？もちろん、23キロと思ったより近いですか。それにはフォロワーさんも困惑です。さすが、北方領土の看板が至るところに。札幌の本州に比べると関心度高めですけど、圧が段違いです。うん、明治公園気になります。まだ20キロ以上あるのに寄り道やめてください。サイロが公園のシンボルになっているよう、それモチーフの看板も複数あります。草原に佇む赤屋根、素敵です。北海道最古クラスの旧開拓市根室牧畜場、その跡地が公園として利用されています。ちなみにサイロの建設者は明治乳業の前身である北海道練乳会社。工場をはじめ社有地も複数あり、その縁から野鳥保護区として管理も行っていたようです。交差点に戻り、改めてのさっぷ岬へ向かいます。そうそう、追走者にお知らせなのですが、歩く際は下側ルートがいないと思います。日に4本とはいえバスもありますので緊急時の離脱もしやすいです。
ちなみに私は、全バス停にピンを刺し、停留所同士の距離を考慮の上、まだ歩けるか確認しながら行動していました。風が強いので、防寒も必須です。具体的にどれくらいかというと、こんな感じ。本当、バスあるんですから、おとなしく乗ってください。これでも、本土4端の中では、行きやすい方なんで、全部徒歩で制覇するつもりなんです？ちなみに、最寄り駅が県外、半島対岸の佐田岬が最南端です。と、ここで漁港を発見。寄り道していきます。まだ15キロ以上あるの、分かってます？おお、数キロぶりの文明です。どんな感想ですか？やはり、波の音はいいですね。まあ確かに、落ち着きます。そうだ、せっかく電波も通じるところですし、返信しておきましょう。台風接近中のせいか、友人から安否確認が来ていまして、この通り、穏やかな天気なんですけどね。どこそこって、逆に心配されません？うん。では、もう少し人気のある様子を送ります。ありません。進むべき道がありません。また歩道消えてるじゃないですか。とはいえ、風力発電があったり、一面の虚無ではないです。それこそ、小学校もあります。いや、廃校なんですけど。でも、廃墟だからこそ撮れるんですよ。数キロぶりに、また街が見えてきました。歯舞港、かつて、半島最端部に位置していた歯舞村の中心です。というか、いい加減バス乗りません？でも、こんな限界バス停から乗ってくる客とか、怖いじゃないですか。これ現役なんです？暴風雪をしのぎる充実の設備。当然、いや、吹き飛ばされそうなんですけど。随分個性的な名前。せっかくですし、取っておきましょう。そんなだから、使いどころに困る素材ばかり増えるんですよ。漢字表記はこう。かつては、根室から歯舞を結ぶ根室拓殖鉄道の駅がありましたが、廃線、バス転換の後、根室交通の一路線になっています。なんて話していると、10キロぶりの信号機に遭遇。歯舞エリアの中心地に着きました。ガソリンスタンドや学校まで、都会です。感覚麻痺を疑いつつ、斎藤丹のコンビニで昇級し、この辺の人、買い物どうしてるんでしょうね。野菜も売っていましたし、割となんとかなるのかもしれません。ちなみに私はメロンソフトを購入。冬眠たるもの、寒い日でもアイス食べるのは当然。それ、暖かい屋内が前提だと、ナサップ岬に到着です。目立ちますけど、斎藤丹のモニュメントは別なんでしたっけ？ええ、これは4棟の高橋。天気が良ければ北方領土も見える立地とあり、関連施設が複数あります。そして、こちらのオーロラタワーもインパクト抜群。発見コビットで休業中、展望台に行けないのが惜しいです。財政難と老朽化もネックだそう。高さ96メートルの超高層廃墟となる日も近いかもしれません。そしてついに、本土最東端、ノサップ岬に到着です。本当に歩き切ってしまいました。次は徒歩宗谷ですね。巡回旅行、やめてください。朝の曇り空が嘘のよう。晴れ間が差して、海の青に白い灯台が映えます。散策を済ませたら、お土産を買いましょう。さんま節ラーメン、酒とば、斎藤丹コインを購入です。これを見た方には、徒歩で四端を巡る呪いをかけておきました。ちなみに、さんまラーメンはこんな感じ。煮干し、鮭、マクロラーメンは食べたことありますが、どれとも異なる味わい。ビシッと効いた醤油だれと、喉越し抜群な細麺、美味しかったです。私の晴れ属性も台風相手には分が悪いよう。雨も降ってきましたし、バスで戻ります。片道4時間強、往復だけで丸1日吹き飛ぶので当然です。バスに揺られること50分、根室駅に戻ってきました。本当、この距離歩き切ったの驚きです。お昼は、根室といえばのあのお店に行きます。ありません。空席がありません。1時間半、長いですけど待ちますか？言い忘れていましたが、今日のホテルは13キロ先。長時間並ぶ余裕はありません。いや、どこ泊まるつもりなんですか？ですので、昼食は根室のローカルコンビニ、大英でいただきます。ロゴといい、長谷川ストアそっくりです。それもそのはず。コンビニを根室にも。そんな思いから、同社と業務提携を締結。その結果生まれたのが、このチェーンですから。選んだのは、もちろん焼き鳥弁当。味噌、塩、醤油の各種タレをはじめ、種類も豊富。それでは、早速いただきましょう。甘いタレと豚肉の組み合わせが最高。ご飯が進みます。注文を受けてから作るので、焼き目、香ばしさもしっかり、美味しいです。食後の運動も兼ね、一路宿泊地へ、ボンネ島方面に向かいます。雪の少ない道東でも、路面荒れてるものなんです。ありません。歩道が、ありません。今日何回目ですか？
自動車専用道では仕方ないです。バスを待ちましょう。徒歩のサップで疲れましたし、つかぬ間の休憩です。バスに揺られること20分、道の駅スワン根室に到着。つまり寝過ごし。何やってるんですか。車で道の駅来たのは初めて。せっかくですし見ていきます。道の駅に徒歩で行くなて駅。ここが野サップ岬で、道の駅はこっち。根室の端から端までよく歩いたものです。道の駅からも望めるこちらはラムサール条約登録湿地風蓮湖。野鳥の宝庫としても有名で、運が良ければ白鳥も見られるそう。10景残り9つも発見しなきゃですね。は？徒歩勢には抱えきれない呪いを避けつつ中を散策。こじんまりとしていますが、スイーツやお酒、生鮮までお土産が充実。花咲ガニもあって驚きでした。買ったのは根室の地酒、北のカツとサンマフレーク。買い物も満喫。今度こそホテルに向かいます。次のバス何分後ですか。マイナス150分後。え、もう終バス出てます。どうするんですか。たった3キロですし歩きましょう。というか歩かなかったら野宿です。見覚のない二択やめてください。本日のお宿レイクサンセットに到着。風蓮湖取った時見切れてたところですね。ええ、特徴は何と言ってもその立地。部屋の外には一面の湖が広がります。あとは晴れてたら完璧でしたね。台風の進路そらしが限界とは晴れ属性の力不足を感じます。あれ白鳥じゃないです。そうなんですかね。スマホズームでは限界のよう。まあ周りのバードウォッチャーの方みたいに立派な機材はないですし仕方ありません。改めて今日の宿泊地はこちらのコテージ。一棟貸し切りでお風呂、手洗い、キッチン完備。木のぬくもりが感じられていい雰囲気。天気が良ければホテル名に恥じない設計も望めますが、今は台風全国ツアー中。食堂でもう一つの目当てを楽しみましょう。それがこちら根室のご当地グルメエスカロップ。それでは早速いただきましょう。サクサクのポークカツレツが美味しい。バターライスの香り、刻みタケノコの食感もいいアクセントです。揚げ物とバターのこってり感をデミグラスソースが締めてくれてバランス抜群。花咲ガニの味噌汁もホッとする味わい。ごちそうさまでした。部屋に戻ったら晩酌の時間です。そこはクラシックじゃないんです。家にストックありますから。クジラジャーキー、塩味しっかりでお酒が進みます。歯ごたえある食感、キリッと効いたブラックペッパーも美味しいです。あとはお風呂に入って寝るだけ。おやすみなさい。おはようございます。また初ですか。近くに公共交通機関はありませんよ。昨日は暗くて見えませんでしたけど、食堂からも湖望めるんですね。朝食はこんな感じ。バランス良い品々で駅まで13キロ歩く活力も湧いてきます。朝一から過酷すぎません。ホテルをチェックアウト。駅へ帰る道すがら春国帯の寄り道です。風蓮湖を囲むように伸びる札で未開の地ゆえに豊かな生態系が息づくそう。細い橋でアプローチするのいいですね。全長8キロ。明日から仕事ですしほどほどにしておきましょう。だったら駅までバス乗ってください。ここで風蓮湖に続いて根室10景を確保。実は昨日の明治公園野サップ岬もその一つでして、かからずも海中の旅をしていたようです。そういえばここの野鳥有名なんですよね。ええ、ネイチャーセンターに解説があるようですし行ってみます。ありません。営業時間があります。朝早すぎです。というかここネイチャーが過ぎません。続いて温根島に到着。これで根室十景半分制覇ですね。橋もいい雰囲気。ゆかりさん、見かけるたび渡りに行ってません？確かにここも昨日バスで通って気になったところですし、美しいアーチがポイント高い。歩いて楽しい橋ありません。歩道がありません。あれ、迂回路じゃないです？うん、となると昨日のは勘違い。バスに頼らずとも駅に戻れそうです。気づいたの、すごい後悔しています。ただその前に展望台に立ち寄ります。風蓮湖に春国帯、今日巡ったスポットが一望できるといいです。展望台とはただの階段ですが、とりあえず登っておきましょうですね。さっきの橋があんなに遠く、チープさを裏切る眺望です。もともと高台ですし振り返ればどこでも見えたと思うんですけど、市街地に戻りまして、ここは回転寿司根室花丸。回転プツで昨日のリベンジです。ちなみに札幌にもあるじゃんとか思った人には徒歩で道の駅制覇の呪いをかけておきました。一皿目は定番筋子醤油漬け。溢れんばかりのネタが豪華、間違いない美味しさです。
続いて限定3連続黒ホッキはコリコリ食感が良き、引き締まった食感と白身らしい淡白なうま味、黒カレーも絶品。羅臼産極鮮秋サバはさっぱりいただけます。脂乗り抜群のサーモン中落ちも美味しい。ここで少し変わり種、狛江の卵醤油漬けをいただきます。とびっこよりきめ細かい泡のような舌触りです。そして忘れてはいけないのがニシン、ニシン狂いのひいき目抜きでもおすすめの一品です。締めは一本アナゴ、豪快なサイズ感がたまりません。こんなに味わって2400円、すごいコスパです。ごちそうさまでした。いよいよ旅も最終盤、インフォメーションセンターでお土産を物色です。選んだのはオランダせんべい、ぬれせんのようなしっとり柔らか食感、黒砂糖の素朴な甘さが癖になる味わいです。最後に夕食を調達しましょう。出発30分前から駅弁販売が始まり、サンマそばやトンドンなど豊富なラインナップ。今回は定番サンマ丼を選択です。沿線名所をあしらったパッケージ惹かれます。中は大ぶりのサンマにカニカマ天やお口直しのザーサイなど、甘い味付けが油を引き立たせて美味しいです。花咲線進んでみたし黒行きです。ワンパス運転のためこれで本土最東端根室旅行はおしまい。晴れ属性と予定変更を駆使し晴れ間を駆け抜けた一泊二日でした。続いてルート紹介とコメント返信のコーナー、よろしければ最後までお付き合いください。いやお疲れ様、偏愛機構は楽しんでもらえたかな。ここでは移動経路、手段、距離、費用のおさらいをするよ。おはようございます。始発で根室駅に降り立ったら徒歩本土4端制覇の始まり、ぬかっぷ岬を抜け、これから23キロ歩くのになんで寄り道してんの。明治公園でサイロを眺めたら道道35号線沿いへ、数キロごとに漁村が点在する道を通り区を進める。また寄り道してる。ともしり漁港、最東端のコンビニを経由すること5時間弱、ついにぬかっぷ岬に到着。ゆかりん、人間卒業おめでとう。バスで駅に戻ったら根室花丸でお昼ご、行列がすごいから行けないよ。代わりにご当地コンビニ再営で焼き鳥弁当、迂回路があると知らずに自動車専用道を通るため中標津空港行きのバスに乗車、食後ということもあり見事に見過ごし、ホテルを通過して道の駅に到着。終バスは約3時間前、歩いて戻った後一泊、翌日の仕事に備え春国対散策は控えめに。そういうなら帰りこそバスに乗るべきだと思うんだけどね。できるだけ同じ道を通りたくない趣味のせいで遠回りしつつ花丸で食事、駅に戻ったよ。合計徒歩68キロ、バス13キロ、電車527キロの旅だったみたいだね。おっと、お金関係の一覧はこちら。編集時点で最北端も制覇済み、最西端は近いし今度4端制覇も割と現実的なのかもね。さてこれでおさらいは終わり、じゃね。